うん、ペイント、障害物をすり抜けられるようになる。方向機の上とジャンプボタンを押すと発動。何それ。あ、ごめんなさい、障害物すり抜けられないっすけど。あ、いた。サイバースペース行ったのか。羨ましいよ、あの場所は僕みたいなデータオタクにとっては夢のような場所だからさ。ウイルス軍との最初の戦争の後、僕の先輩のハッシュがいなくなった。あ、ハッシュの 後輩だったんだ。僕らはサイバースペースへのアクセスを失った。ほとんどのデータと一緒にね。それでアルファは彼らが呼ぶところの本ってやつを使い始めたんだ。みんな元気だよ。でもサイバースペースがないと積み上げてきた記録には手が届かない。これが終わったらサイバースペースへ行くのを手伝ってくれないかな。お願いだよ。あれ、雑魚敵もう少ないね。こんなもんか。テック、いろいろなことを考え込んでいるオタクロボット。あと2つ、違うな、そんなことはないな。全然あるわ。障害物、どうやって越えていくんだこれ。まあいっか。これがなきゃいけないところなんてのはさすがにないんじゃないかな。さて、技だ。ハッシュは計算高いやつだ。ずっと計画を練ってばかりだったよ。だが残念なことに、やつの綿密な計画はあまり生産的なものではなかった。というより他の奴らにとってはただの危険な障害物競争だったよ。そしてクリアした奴が現れると、あいつは大騒ぎするんだ。まるで自分より頭の切れる奴が認められないって感じだったよ。恥ずかしいことだな。本当にその頭をもっといいことに使えただろうに。おっと、思い出話はもう十分だろう。俺の商品を見たいか。右下だ、これだ。短い時間プレイヤーに追従し、攻撃をコピーするクローンを生成する。はあ、面白いね。一定時間後もしくは接触時に起爆するホログラムを設置する。ハッシュらしい技だね。どうしよっかな。回復使ってないよな。昇竜拳、いや使わんだろう。昇竜拳より強いキックが今使えるからな。
これでいっか。はい。ほう。これも悪くないね。あ、もうないのか。これだ。通常攻撃の射程距離を延長する。ビビたるものだな。よし、次行こう。道を切り開く。崩壊を防げ。オーバーヒートを止めろ。崩壊を防ぐか。いや、道を切り開こう。山岳地帯から伸びる冷却液のパイプラインが切断されたようだ。普段なら整備士を向かわせて修理させるのだが、氾濫サーキットのブレイドがそのエリアの上空を飛行していたのが目撃された。やつの恐ろしい氷の力のせいでパイプに直接近づくのは難しい。幸いにも山岳地帯を抜けていく別のルートがある。だがそこはウイルス軍の部隊であふれかえっている。その場に向かい、パイプライン復旧のためにルートを確保してくれ。そのついでにだが、氷を持って帰ってきてくれないか。サーボ機構を冷却しないといけないのだ。氷氷持って帰るか。じゃあ、つまり寒い。おお、かっこいいな。背中のなぎなたみたいな。あ、違う、プロペラか。これクーラーサーキット。いきなりだ。あ、ワンちゃん痛い。うん、生きてる。ワンワン、わお。これは下に下がる。おお、危ない。なあ、いけない。いけないよな。どうだろう。まあさすがにないか。なんだ。何それ。あれに当たるとどうなんだろう。凍っちゃったりすんのかな。
ここ。え、あ、上のトゲか。はい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 。おお、チップ。いった、あ、凍った。これは浮く。あいつ、あ、そうなんだね。やば。怖っ。爆発するじゃん。なんだ。これ意味わかんないな。いや、食らってんだよな。なんだ？おお、わお。ほい。痛い。どこ？そこ。うん、ふん。おろー、そういうことか。凍ってんのか。痛い。よし。下行けそうじゃない？んなこともなく。下行け。あー、いた。うん、うわっ、やばっ、う、えぐ。
よいしょ。どうすんだこれ、こういうことか。やめて。怖っ。間違えた、パイルドライバーしちゃった。これどうすんだろう。なるほど。違う、違うがいいが、いいがってなんだ。うへへへへ。なるほどね。むず、何もしなくてよかった。はいはい、うそこうして、危ない、何もないけどね。むずいな。これさ、無理じゃない、このモードだと。弾出ちゃうよ。きついか。当然これもくっつかないもんね。弾なければいけるけどな。よし、戻ってきたぞ。くっつ、なるほど。惜しい、なるほど。打点が高くてもいけないし、ここだな、もうちょっと難しいな。
高かった。あそこちょっと段差になってんだな。やっぱり電撃じゃ無理だな。あー、悩んだ今。あそこで2段ジャンプ使っちゃうか。あ、いけそう。オッケー。だいぶヒットポイント増えたな。うん、ふん、おいで。ヘルプがいて、これで5人目。このね、この障害物を避けるっていうのがいまいち意味分かってないんだけど、この今技を使った瞬間に攻撃判定があって無敵時間もあって、これはこれちょっと面白い。すり抜けるはよく分かんない。よし、別に障害物すり抜けられないもんな。いた。ほら、こうやって無敵でダメージ与えられる。しかも結構強い。あとはレスキューぐらいか。助けてくれ、これ苦手だ。オッケー。ダメだ。助けて。死んじゃうって。はっ。危な。あ、ちょっと暴発しやすいな。やばい。うっそー。あ、そっか、飛ばない。爆発する？する。ほい。
うわ、やらしい。いや、よいしょ。なんかあるのか、そこ。なんもないのか、ここ。いやー、うわー、なんでそんな飛び方するの。どっちだこれ。上行ってみるか。あ、障害物通過できません。この上どうやって行くんだろうな。これか。え、これパイプなんかあるのか。なんかありそうだね。危なっ。あ、もう戻れない。ほう、ここまたやり直しか。まあしょうがない。なんか一体レスキューできてない気もするもんな。雲の上。どうした、グラビティサーキット自らこっちにやってくるとは。これどういうことだ。パイプだよブレイド。町の反応炉をオーバーヒートさせるわけにはいかないんだ。ではもし私が君の邪魔をしたら。その答えはお前も分かってるだろう。なんて冷たいやつなんだ。変わってしまったな。かつての仲間にそういう扱いをするならこちらも丁寧に礼を返さないとな。いずれにせよ君には永久凍土がお似合いだよ。あ、まずい。飛ぶやつか。わあ、わあ、痛い。よ、弱いぞ。んー、ジェシー。オッケー。
派手にとどめ。私たちがバカだったよ。君のことを信用しなかったなんて。信用しなかった？何の話だ？そんなことにサーボ機構を酷使しちゃダメだ。これからわかることだ。すぐにでも。なんだ？助言をしてくれた。やっぱ最後一人助けれてないね。あそこだ。場所はわかる。あんなとこまで行かなきゃいけないの。またやばい、オーバーヒートしそう。コマンダーサーキットカーネル隊長、また同じ発作が出ていますよ。医療班を呼びましょうか。ん、私は大丈夫。近頃いろいろあって少し動揺しているだけだ。それだけだよ。コマンダーって誰？だが、このことは他の者には話すなよ。ですが隊長、症状はかなり深刻に見えます。パッと、私の命令に背くのか？いいえ、了解しました隊長。それはなんか、オーバーヒートとかそういう話じゃないのか。よくやってくれた。これで冷却液の供給は確保されるだろう。氷を持ち帰ってくれなかったのは残念だが、まあなんとかしよう。はーい。ここか。うん。とりあえずペイントだね。あ、そうだ、ペイントといえばさっき撮ったのこれ、浮遊ブルー、空中でスライディングができるようになる。これはこれで。唯一無二の技だよね。うん。なんかパイプがつながってる感じしないんだよな。これか。フックショットか。いたいた。よし、これでこのエリアは探索終わり。帰ろう。よし、あ、そうそう、このこれ使い方ようやく分かりました。ちなみに障害物を説明文何だった、そもそも障害物をすり抜けられるようになる。いや、すり抜けられはしないんだけどな。上 A ボタンで発動して A ボタンを押し続けるとこういう移動ができるようになる。障害物はすり抜けられないけどな、やっぱり。ほら。うん。で、まあ、時間的には1秒2秒ぐらいなんだけど、その光の玉に変身して、光の玉の変身が解けた瞬間に
爆発ダメージが出てる感じ。この瞬間っていうペイントだったみたい。悪くはないかな。ただなんかちょっと暴発しやすいところはある。まあ、これ安定かな。